ゆいでです。ちょっと新しいのお知らせがありますので、で今年の2024年の9月から新しいの道場ができました。道場は桂木町の橋本のね、桂木町、隣は桂木町、桂木町の西渋田っていうところで道場ができまして、で私は毎週の木曜日の1時から4時半までに、2つの種目を教えています。新しいの36式の剣と42の総合太極拳のレッスンが入りますので、であと毎週の月曜日の午前中と土曜日の午前中は河野先生、太極拳永久指導員の河野先生が教えますので、簡単なストレッチと24式太極拳と22の新しいの22式の太極大きいのレッスンがありますので、ぜひ皆さんもしよければ来てくださいね。